こんにちは、こんばんは、赤髪のともです。告知動画になります。2016年の12月の22日から28日まで、ゲームフェス2016冬っていうのがね開催されます。いつも通りなんかぶっ通しで毎日いろんないろんな YouTube クリエイターの人たちが、いろんなチャンネルに出て、ゲームアプリをやったりするというような、企画になっていて、赤髪の友の出番が、3日あるので、それの告知をしたいと思います。まず22日の15時からですね、トップバッターか、ゲームフェス26冬のトップバッターですね、15時から22日の15時から足跡さんとまったり遊戯王デュエルリンクスっていうね、遊戯王のアプリを、足跡さんと、足跡さんとやります。その次、23日20時から22時まで赤髪の友のオタク訪問ということで、マイクラ P のレルムズを使って皆さんのワールドに遊びに行きます。こちら詳細はちょっと後で、もう一度詳しく発表します。そして、24日クリスマスイブ、クリスマスイブは、ミナトさんと2人でですね、あ、ヒゲさんもいるか、トモ&ミナトの白猫ライブゲームフェス2016冬特別編というわけで、また港さんと2人で、白猫プロジェクトを遊びます。司会進行はひげおやじさんですね。そんな感じになっていて、23日のこのマイクラレルムズの企画に関して少し詳しく発表したいと思います。まずやるのは23日の20時からマインクラフト PE の番組になります。皆さんのレルムズのサーバーに、オタク訪問をします。番組の冒頭で ID を公開するので、その ID を、皆さんの方から招待してください。招待されたワールドに遊びに行く感じになりますね。でなので、まあこれ紹介してほしいよっていう人は今のうちにワールドをこう作っておいたりして、まあ、レルムズに加入してないといけないんですけども、作っておいたりして、で、番組の最初に ID を紹介するので、それを招待する感じになりますね。で皆さんのワールドに必ず遊びに行くっていう可能性は言い切れないので、遊びに行けないっていう時もやっぱりあります。応募が多かった場合とかは。なのでそこはちょっとあらかじめごめんなさい。抽選になるのかな、わかんないけど。なので、レルムズのサーバーを、ID を発表した後に招待してくれれば遊びに行くことができます。ただ、全員じゃないと思います。ごめん。っていう感じになります。まとめると、2016年の冬のゲームフェスの出番が22、23、24と3回。出番があります。で、2016年はそうなんだけども、年明けて1月3日、これはですね、なんか1月3日に、ゲームフェスお正月感謝祭っていうのがあって、フィッシャーズさんが番組があるらしくて、そのフィッシャーズさんの番組の後枠に、赤髪の友の、番組枠もあるので、そちらも、見てください。22、23、24と1月3日、この最初3日って言ったけど、ごめん、考えてみたら4日だった。4日、ぜひ、見に来てください。レルムズ持ってる人は皆さんのご招待をお待ちしておりますので、そんな感じになります。そう、で録画は、ちゃんと残ると思いますので、リアルタイムで見れない人も後から、録画見れると思います。あとは、放送配信前にはツイッターでツイートするので、そっちからもアクセスできるようになると思います。そんな感じかな。じゃあここら辺で終わります。ぜひ皆さん見に来てください。バイバーイ。